はい。始まりました。ザ・ノイジーズ。よろしくお願いします。どうも。<ー>いつもご視聴ありがとうございます。ビシッと決まってるね、最近ね、これね。はい。これやんないと、やっぱり。<laughs> V8 の神に。<laughs> えー、はい。ということでね、今回はですね、えー、公開ほやほやの映画紹介ということですね。クリストファー・ノーラン監督最新作、オッペンハイマー。こちらを見てきた感想を語っていきたいと思います。よろしくお願いします。ようやく公開ですか。 2023年の7月にね、公開されて、えー、日本ではこれは3月の29日ですか、2 0 2 0年の。まあ、1年経たないぐらいで、えー、ちょっと公開ということですね、うんはい。今回はね、ちょっと梅くは見てないんだよね、このッペンハイムはね。行こうと思ったんですよ、ね、ちょっと間に合わなかったですね。一応、まあ、まあ、ざーっとなんか感想とか、X とかで見て、うん、なんか見た感じ。 とにかく字幕がやばいっていう話は聞いてます。あ、これは多映画を、そううん、映画を理解する以前の問題に、その字幕を読む力が必要だ、みたいな。ああ、うん、言葉もね、いっぱい出てくるからね。えーうん、まあ、俺は8時、俺もね、ちょっとできるだけ人がいない時間を狙っているやつも見るから、まあ、えっ、ー、と、朝の8時台のやつ見たのかな。まあ、そんなに混んでる感じでは、 やっぱりちょっと賞を取ったっつってもなかなかなと思って思ったけどまあだけど梅くんちょっと映画の予約しと思ちょこっと埋まってたんだよねそれはねだま,あまあまあ当然真ん中から埋まっていくわけじゃないですか、まあ、それでちょっとなんかこの席でわざわざ見るのはあれだって言、うん、<laughs> って言ってるうちにちょっと今日を迎えてしまったので <laughs>、ね、<laughs> 3時間だからね,ね<ー>うんインド映画の3時間オッペンハイマイの3時間、うん どっちがねこう長いと感じるかこれはもうなんか相対性理論みたいな感じですからそれはもう勘弁してくれよって感じですよ <laughs> 博士っていう <laughs> 体感時間でどう感じるかっていうみたいなこれはなんか物理学かもしれませんなんかね <laughs> 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 まああのノーランの作品って私は基本的に苦手なん苦手っていうか、うん、いつもしっかり作ってるのは分かるけど全然のめり込めない,っていうの正直なとこなんですよ私はもうあのほぼ全て 言も過言じゃないですないね、うん、まあね、とにかくノーラン大好きっていう人から比べれば、僕もまあ、そこまでの熱量はないかな、うん、まあ好きな人がいっぱいありますけど、うん、だからそういう意味で別に俺がなんかちょっと良かったって言えば、それで評価があるわけじゃないんだけど、うん、オッペンハイマーはあのやっぱ今までの中では、まあ、3時間長かったけど、全然そういう意味では長いとは感じなかったよね。 あの私の中では、かなりやっぱノーランって、やっぱりあのー、みんないろんなね、映画が好きな人とか、ところから、まあ商売的にこうやって、なんか絶大になること売り上げる上げるかどうか別として、やっぱ、うん、こういう人ってやっぱ大切だよなっていう、やっぱその作り方として、やっぱなんか改めて尊敬っていうか、やっぱすごいなと思ったよね、今回、オッペンハイマーはね。 X、ツ q ツイッターでよく言われてる感じの、アイマックスか普通の上映がどっちがいいかって、くってこうノーライン映画ってやっぱアイマックスで見た方がいいとか、なんかそういうのって話が必ず出てくるじゃないですか、<laughs> まあこれももうすでに言われてますけど、今回のオッペンハイマイに関しては別にあの画角っていうか、絵に関しては、どっちでもいいかなって感じですね、あまりその大きいことによって、なんか引っ張り込まれるような感じっていうのは。 今回、そっちが主じゃない感じですよね、オペ映像のスペクタクルそういうことではないでしょう、うか、ん、ってこれって。マックスで見た方がいいっていうことが強いて言うんであれば、音かな。うん、細かいこのなんか物体が振動するような音、ブーンっていう音とか、うん、そういうのがあの会話劇のところで結構バックで鳴ったりとか、うん、するんで、そういう意味の没入感っていう意味では、まあ、お金に余裕があればアイマックスで見た方が。 なんかかより,なんかり込めるっていうかかかノーラン映画は、アイマックスで見ないといけないんだろうなっていうのは、ずっとあれはすかにね、らそこでね、ちょっとなんか、あのー、なんだろう、なんかそれが、なんか別にノーランが悪いんじゃないんだけど、うん、ノーランが好きな人って、やっぱ親切でそういうことをどんどん押してくるじゃないですか、こうした方がいいって言ったか。 ああの見るときの,の,、うん、の、こうやったらもっと楽しいんだよっていうことを言ってくれてるんだけど、うん、なんかそこまでノーラン節に乗れない人間化すると、ちょっとなんかこうやっていっぱい来ると、いやいや、ちょっとなんか敷居が高くなって、ちょっとう,ーん <laughs> うんっていう間にあの映画館に行かず、であの小さい、ね、スマホかなんかで見ると、なんかノーラン映画難しいなみたいな,なんか、だけどやっぱり本当は大画面で見たほうがいいじゃないですか、このノーランかそうなんですよ。<laughs> <laughs> 結局さ、見といた方がいいんだよね。でかい画面で。面白いかどうか、別としてビジュアル的には必ずどんな作品でも、へーっていうことは必ずやってる方がいい。だって、ダンケルク行ってないんですよ、映画館で。うっあから見て、ああ、これ映画館で見る映画だっていう。そうだね、あれはね。あれは。ああ、やっちまったなっていう。特にこと、携帯端末で見るとかなり厳しい。うん。そうですね。今回のオッペンハイマーは、それに加えて、 やっぱあの皆さんも指摘されてますけど、人物とか用語、うんうん、これはね、あのー、なんかインターステラーとか、あれもわけわかんないんだけど、やっぱりビジュアル的に何かすごいもの見たなっていうのはあるじゃないですか、うんうん、ああいうのって。テネットもいろいろ言われたけどやっぱ、そう、ね、<laughs> そうそう,そう,そう一応理,理屈は説明してるっていう、映像の中で、ね、でえー、えー、ってなるんだけど、なんか、あのー、 オールユーニードイズキルみたいに、あれなんであいつらこう急に死んじゃったのっていうんだったら、また違って分かんないけど、うん、なんかあ、こういうのも見とかなきゃいけないなみたいな感があるじゃないですか。うん、なんとなく、絵で分かるみたいな。そう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 。うん、今回のホッペンハイマーでいくと、なんかあの、さっきちょっといいなと思ったとは思いつつ、うん、そういう意味では結構その、あんまりその確かに何も自分の中で、 なんかどういうことを描いてるんだろうとってことに関して、積極的興味を持っていくとか、勉強していくとか、やっぱあと見終わったときに分からなかったら、あ分からないからもう一回見ようっていうような、だからそういうもともとのモチベーション、それが高くないとかなりちょっと厳しいかなって感じですね、これは。だもう専門用語が 当たり前のようううにバンバンン飛び交うっていうことあとこれはもう皆さん指摘されてる時系列がもう,もうあの現今のオッペンハイマーが過去のしかも過去の中のいくつかの段階が結構どん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 、うん、こうやって混じっていくような感じなんですよ、うん、だからそこら辺もあの一応ねあのモノクロになったりカラーになったりとかするところで結構あの時系列が違うってことはちゃんとやってくれてるんですけどただそれにしても、うん なんかどういう流れでそうなってるのかってことに関しては、結構、あのなんか見る側の姿勢っていうか、ちょっとそこが試される感じは。映像に関してやっぱ、ね、今回、核実験のところ実際あのかあのじあの、当時のフィルムを使わないで、自分たちでちょっとそれを再現しようみたいなところも、ちょっとそれもやってくれて、うん、絵も面白いんですけど。 そこら辺がやっぱりあの、やっぱりね、これ、オッペンハイマーの,、まあ、の人物像であったりとか、俺はまあちょっとまた別の目線が、なんかこれは主だなと思ったんだけど、なんかそういうところで視覚的な壮大なところっていうのは、実は、動、まあ、的な意味では一番見せ場の人の核実験とか、そんなに大したことないんですよ、そういう意味では。うわーみたいなことが期待されてる方がいらっしゃるとすればね。 ただみんながこんないろんな過去と現在が入り見えながら、そのいろんな人間たちの人間像が起こってやりながら、ぶつかったりとかあのしながら、最終的になんとかかんとか、このもうフラフラになりながら、ようやくこの核実験がこうやって実現して、あの、もともとの計算通り、目論ろみ通り爆発するというところで、普通の映画だったらそこでもうなんか、あの、目もくらむ光線と、なんか、 IMAX で言ったら、なんかそんなもう、視界いっぱいのなんかその、なんか怖いような綺麗なものが浮かぶみたいなことを、うん、がやってくれるかと思うと、それはそうじゃないんですよ、あれは主眼がやっぱりそ、ちょっとノーランはそこではないのかなみたいな、あの実験のシーンって、カラーのシーンですか、シンクロのうーンであそあー今の映画だったら、そこはね、当時のやっぱフィルムもそのものか、そうじゃないものをこうやってやってくる。うん なほかそ他の核実験のやつを、ね、こうやってやったりとか、あとはまあ,あ<ー>リアクション、うあの光線をこうやって、ね、なんか照らされる科学者たちみたいな感じでごまかすから、うん、うん、だから今回はどれも選ばなかったってとで、しかもちゃんと、うん、あの自分自分たちで作ったこの再現の実写の映像をまたオあのノーランをやろうとしたってことあからね僕う、まあ、だってニュースになってましたもんね、当時ね。うん 実験シーンは本当にやるっていう、そうそうそう、意味がほか何を言ってるんですかっていうニュースがありましたよね、うん、そこはね、その見せ物としての映画としていいのか悪いのか、まあ、これはもうちょっと実際にね、あのこの,かあの原爆によって亡くなった方がいっぱいいらっしゃるっていうことを踏まえて、この映画がなあるんで、うん、まあそういうことを抜きにして、映像としてそこがあの観客にやっぱあの見たことがない映像を提供するって意味では、そこが良かったのか悪かったかちっ、ちょっと分かんないですけど。 基本的な内容に関しては、ぜひね、興味があれば、ウィキかなんかでいいんで、今、ウィキではオペハイマー時代のあらすじが全部書かれてるんで、まあ、それ自体はちょっと読んで、あと何人かあのあの、そうですね、この核分裂に関して発見した人、あと、えーとえー、その部、 科学者の名前は何人か覚え、なんかちょっと、うん、あの、うろ覚えで言うから何人かちょっと覚えておく。まあ、アインシュタインは多分皆さん大体知ってらっしゃると思うんですけど、うんえー、何人かいるんで、そういう人。あとは、えっ、ー、と、せめてあれですね、このマンハッタン計画に関わった人も、人名ぐらいはちょっと、うん、ざーっとなんか年表だけで、 ちょっと追っとくぐらいはしていかないと、まずあの、もうあの、人もすごいいっぱいいるうちに、ロバート・ダウニー・ジュニアがすごいなんかちょっといやあの、役柄として嫌なとこをちゃんと演じてくれるんで、あの <laughs> なんかね、どこに目がいっていいかちょっと分かんなくなっちゃうん、ねうん、年表で誰が何したとかぐらい押抑えとけっていう。そうそうであと、<laughs> そうあの原爆っていうのはどういう仕組みで、どういう材料を使うのかぐらいのことはちょっと。うん、うん ただ、そうやって言いながら、今言ったことも結構な、あの普通に映画見るのに、なんでそこまで勉強すするきゃみたいな、まあ、相当きついよね、相当ねうん、ちょっとなんかありますね。うん、で、まああのー、ちょっとね、あんまりあのこういう原爆の話ってやっぱどうしてもね、うん、センシティブっていうか、いろんな反応される方がいらっしゃるんで、まあ、できるだけ言葉を選んで喋っていきたいと思いますが、向こうで、ね、公開されたときに、 あの今回のこのオッペンハイマーっていう映画の中では、実際にこの原爆を広島と長崎に投下するってことに関しては、基本的に映像としては、まあ,あ、抽象的なことなんか、オッペンハイマーがこうやって幻覚なのかなんか分かんないけど、見た映像としては、うん、 出てきたりすると、まあ、このそのものズバリみたいなところは、これは今回もちろん映らない。で、それに関して、一部の指揮者があ無うので、それをこの題材を描くときにそれがない、そのシーン自体をやらないっておかしいんじゃないかみたいなちょっと批判はされましたけど、うん、<coughs> 今回のオッペアハイマンに関しては、私はやっぱりその実際ね、その原爆の影響によって亡くなった数多くの方々、うん、の、 そこのところは、えー、とどうせ逃げては通れないところではありますけど、うん、今回のオッペンハイムはやっぱりそのタイトル通り彼のこと、うんうん、人物像ということそれ彼の,この、まあ、女性関係が乱れてたとかあとわがままだったりとかもう強腕不尊だったりとかそういうところも含めてこの核分裂とか核反応あの、えー、と連鎖反応そういうところをイメージしながらこうやってなんかその、うん、なんか もう男性と女性だったりとか、上官と部下だったりとか、同僚だったりとか、それのいろんなこのアメリカとそれ以外の国の思惑、そこまではっきりと描いてたけど、そこら辺をなぞらえて描いてるってことで、あんまり今回、私は見たら、やっぱりその広島、長崎のそのものずまりの再現した映像ってのは、これはもともと意図としては不必要、そっちが主眼ではなくて、やっぱ彼、オッペンハイマーってこと、あと、私の見た感想としてはですよ、 これに関してやっぱり、あの日本に落としたってことに関して反省が足りないとかあの、こういった映画を無神経に作ることに関して、これ神経がおかしいんじゃないかみたいなことも結構、うん、日本に来る前は結構そういう声もあったじゃないですか、あれはバービーだっけ、あれとなぞらえて、変な風にね、あの日本の方にこのオッペンハーマンって最初あの、映画単体じゃなくて、そこではなんか、アメリカの人がミニムだっけ。 そのなんか遊びとしてこっちやってるみたいな感じのところで来ちゃったんでお茶だけ感が出ちゃいましたからね,ちょっとね、うん、ただ、これは私の中でやっぱり、ある意味、えーと、アメリカがその原爆というものを生み出したということと、あと実際に使ったということに対し,、うん、対して、えー、とこれは反省はしてないけど、やっぱこれ、感心したのはアメリカ政府で、アメリカ人がこれは、 みんなの相違のもとにこの兵器を生み出して使ったっていうことを、それをノーランがちゃんとだろう謝罪じゃないんだけど、認めたっていうような感じを受けたんですよね。うんうん、そういう意味で、別にあの本当にあの日本の皆さんにすみませんでしたとか、そういうことはしてないんですよ、うん、してないんだけど、なんだろう、俺はトルーマンとか大統領が悪かったとか。 誰々が悪かったみたいな感じのところじゃなくて、俺は政府じゃなくて、この民主主義の国じゃないですか、一応ね、なんかいろんなそれは捉え方があると思うんだけど、今回やっぱそこが、なんかこの映画として今のこういったあの核兵器を作った映画って、そのドキュメンタリーだとかドラマ時代のものまでいっぱい作られてるのは来たんだけど、 こういうやり方でアメリカの罪とは言わないけど、とにかくこういうことをアメリカというのはやってしまったんだっていうことを、うん、そこを描いてくれたっていうところで、俺はこれは、なんかん、素晴らしいっていう言葉はちょっとまたあれなんだけど、これはちょっとなんか、うん、感動でもないな、胸を打たれたって感じだよね、かね、これは涙が出るとか、そういう感動ではなくて、なんか、あそういうところをちゃんと逃げずにやってくれたんだっていう感じ。うん ただそれ以外にやっぱり、実際にこの,あの日本で被害を受けた方に関してどうだったかってことに関しては、これはそこは、なんだろ、感傷的なところも一切ないんで、そういうことに関しては。そこに関していろいろ不愉快な思いを持ったりとか、ちょっと違うんじゃないかと思う人いるんだけど、それとは違うところのやっぱり、なんか、うん、なんかここをこういうところをやったんだっていうところの、なんか驚きはあったよね、これね。 あとまあその反省すいませんでしたあの本当にあのこんなことを生み出してしまってってことをオッペンハイマーだっていろんなあの自分の社会的な立場だったりとかあと,えと作ってしまった以上使わなきゃいけないっていうこの強制力だったりとかあとじゃあこれをね他の科学者が言った通り使わないでデモンストレーションをやることによって日本政府にこうやって幸福を迫るってことに関しても実際いろんな方々が。 いてあと、アメリカの言い分ってひどすぎるっていうことは、もちろんそれも分かるんだけど、ただ、別にアメリカを弁護するわけじゃないけど、えー、とやっぱりそれも分からない、これもう本当にそれをやあの、えーとあの、日本人の政府の要人とか軍部の上層部をアメリカに招待してとかね、そこの砂漠のところで今回の実験を見せることで、威力を見せることによって、アメリカにやもう勝てないよってことをやったとしても、ただ、あの結果は分からないし。 あのこれはもういろんな作品で言われてるけど、まあ、アメリカのそれの言い訳だって言われるけど、沖縄の戦いだけでも、ものすごい死傷者を出してるから、これが九州、四国、本土、北海道、なんかそういうところにあのアメリカ兵を送り込んで、陸上でどん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 攻略してた時だ、これは本当に満単位では済まない、もう,もう10万人ぐらい下手すると死傷者が出た可能性ももちろんありうる。であの これもやっぱりあの、つい何年、もう10年ぐらい経つのかな、まあ、あの日本の一番長い日って映があったじゃないですか、はいうん、原田監督がやったやつ。まあ、なんか、ああいうものを見てても、やっぱり原爆がやっぱ落ちてても、なおのそれでもやっぱ本土で戦わなきゃいけないっていう人が日本にいたのは、これは間違いないことなので、うんうん、これも弁護するわけではないけど、この大陸、海を隔てて遠い国で、 あることも加えて、やっぱり、それがじゃあ、あの時作った人たち、今こうやって実際にこれを使えば必ず相手を倒せる。もちろん、あの、えっ、ー、と、実際にはね、あの、このウランとかプラトニーもこうやってドンポンポンポンあの時作れたわけじゃないから、正直言ってもうあの2回落とした後にまたやれるかって、それはまた時間が経ったと思うんだけど、ただまあ、こういったあの圧倒的な力を手にした状態で、じゃあ、これを落とさないで、 じゃあ日本が降伏するかどうか、うん、わからない、あと、だけど実際、確実なのは、本土決戦をやったら、アメリカの兵士がものすごい数の人間が、兵士たちがこ亡くなるっていうことは間違いないん、ね、で、アメリカの目線ね、これは言ってるのは。だからそこのところのせめぎ合いですね、あとまあ、この映画の中でやっぱり、あのじあの実験は下手なっていうことをはっきりやってるんですよね、これね。 オッペンハイマーを、なんかビーカー使ったりとか、そういう実験はすごい下手なんだけど、頭の中で数式とか、それを使って、この、この方,し方程式に従ってこういうことが起きれば、必ずこういうことが起きるんじゃないかっていうね、論理物理学だっけそれの、なんかすごい得意な人っていうことで、はっきりと、なんかわかりやすく描いてくれてるんですよ。だから、その中で、まあ、科学者たちの、科学者としてのエゴ。 自分は実験はできない。その観測したりとか、実際そういうものを組み立てて、それを計測するってことは下手なんだけど、そういう人間がいろんな人たちを使って、実験ではないんだけど、そういうもう実際の現象としてそういうことをなんか自分の理論が正しかったってことを証明するみたいなところのまあ個人的な野望、エゴ。 そういうところも描いたりとか、だからそういう、あの、そんな、だからオッペンハイマーの、なんか混ぜこぜになったところ、まあそれで、その後水爆の実験に関しては、私は、あのえー、私はもうこれに関しては、まあ、どちらかというと推進しない、支持しないっていうところで、消極的な態度を取るところで、吊り上げになったり、まあ基本的にこの映画、裁判のところがもうほとんどのところを占めてるんですけど、だから、ちょっといろんなところ話しちゃったけど、まあ、食材、 アメリカの謝罪っていうことだけ言うんであれば、そのこれ以上の核兵器の開発に関して、これは良くないんじゃないかっていうことを、まあ、ためらいながらもそういう姿勢を打ち出したオッパンハイマーが、アメリカの人たちからこうやって裁判、まあ、主に軍,あの軍部の人たちとか、科学者だったりとか、政治家だったりとか、これをどんどん進めていきたい人たちから、吊るし上げを食らうっていうところが、謝罪ではないんだけど、 まあ、アメリカがやってしまったことに対しての何か罪深さっていう感じですよね、うん、これねうん。だからまあ、あのーね、見た方でもやっぱり気分悪くして、なんかちょっとあの退席したって方もいらっしゃるんで、そういう意味では本当に意識が高い方に関しては、結構ショック、ショッキングっていうか、もうとにかくもう、一つのマシーンとして原爆を作っていこうって話なんで、これはもう感情ももちろん映画だから描いてるんだけど、やってる行為に関しては、もうそれが一丸となって。 あのその原爆を作っていこうということがずーっと描かれてる作品ですし、うん、あとまあ,あの、さっきのアメリカ、その政府ではなくて、アメリカ国民も含めて、これは原爆を落としたんだということに関して、症状的なのロス,ーマロスアラモスっていうところの場所,場所は、そこに本当、町を作ってね。 機密,密の保持のためにも、そこに本当に科学者たちの家族だったりとか、多分もう軍人たちも長期そこにもう何年間もそこに缶詰状態になってそれを研究するんで、家族たちもこう呼,び呼んで、本当、町を作っちゃったんだ、これねで。であれば、町があれば奥さんがいて、子供がいて、科学者がいて、で水道があったりで、食堂があったりとか、もちろんあの、えー、と火事が起こるために消防隊員がいたりということで、うん、だからこれは本当にあの言ってみれば、 アメリカの街がとか、なんかそこが一つできたって感じな、普通の街が、ただ、そこの目的が本当に原爆を作る街っていうところなんで、だから、そのアメリカ、だからそういうところで、もう核実験が成功して、もう、でもう熱狂するアメリカ人の,その街のロサーロマのスの,の住人たち。 もうスタッフたちがこうやって熱狂して、喜ぶところで、こうやってオッペンハイマーが悪夢を見ながら、そこで私たちの実験が成功したってことを、まあ、喜びのスピーチをするっていうところで、まあ、広島、長崎で亡くなった方の、なんかその、ちょっと幻影みたいなのがちょっと見えたりするんだけど、そこらへんも本当にね、なんかもうあざとく本当に、その、原爆が爆発する時の強烈な光みたいなものを浴びながら、アメリカの、 まあこれは俺の中でも本当にロスアラモスの特殊な人しくてもうアメリカ人ですよね。うん、もう俺の解釈ではその人たちがその強烈な光の中でもうこうやって感動してこうやって手をたたくって喜んでるっていうことに関して。これはなんか人によっては本当にもうなんかもう胸がもう気持ち悪くなるってもあると思うんだけど、ここの本当にもう、いや、アメリカでなんか時代がね、まあ、経ったとはいえ、俺の中でやっぱなんか自分たちはこうやってね、 戦争ということで大義名分があったとはいえ大量の人を殺したってことに関してはアメリカ人が全もうその普通のアメリカ人ですよだからねもう含めてみんなでこれを作って落としたんだってことを俺は認めたっていうような演出に取れたんでそこは本当にあそういう描き方でなんかアメリカの罪ではないんだけど原爆に対してのアメリカの自然罪深さまあそのアメリカ以外の人間からするといいですよ そこを描いたってことに関してはそこはすごいなぁとちょっとなんか思ったねん,、うん、んかねうん、うんうん、すいません,なんか、ね、ちょっとなんか俺ばっかり一方的にしゃべってたんですけど、うん、でも北澤君講義を聞いておりましたよ、ねうん、だからあのだけどただ本当にあのそういった亡くなった方々がいっぱいいらっしゃるんであのそれに関して非常にあのちょっといろんな勉強をなされたりとかみなんか あの本当に身内の方でそういう方がいらっしゃる方は、まあ、ちょっと結構ショッキングなあの逆にねそういう直接的な,なんかシーンがないからこそ結構ちょっとわこんな風にやったんだっていうところではやっぱ映像がね本当にノーラーやっぱ映像の切り方が切り取り方がうまいんでそこら辺はちょっと本当になんかいろいろと思うところはある方は結構多いのかなっていう風な特にそういうことをやっぱ日頃から思ってる方が は余計にこの映画ってっ気になるし、見に行くと思うんで、うんだから、まあ。あとね、これは、あの、だからアメリカ人が喜ぶことに関して、なんかちょっとええって思うところもあるけども、ただ、これはちょっともう俺の拡大解釈だけど、まあだけど、別に、その、何キロか、ちょっとやっぱ実際のね、まあ、日本は特に本当に最近、震災が多かったりとか、あと10年前のね、 えーと震災が起きたことも、これも全然まだ実際にはほとんどあの復興なんて言葉よく言われてますけど、それに関してもほとんど実際にはちょっと人が戻ってきてない状態だったりとか、と、いろんなあの気にしすぎだっていう方もいらっしゃいますけど、問題は結構、置き去りの状態のまま、どん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 時間が経っているところがあったりするんで、怖いところとすれば、これは原爆に対してこうやって知らないし、戦争してるからっていうこところで、もちろんアメリカの人たちは熱狂して、これで戦争が終わるっていうことで。 被害が出るけども、これは仕方がないことだって、ことで受け入れて拍手するっていう理屈で熱狂するアメリカ人が描かれてるんですけど、ただまあ、一歩離れてしまうと、やっぱりあの人間ってそんなに全知全能の神様じゃないんで、自分たちとやっぱ、もう5キロでも10キロでも、そのぐらい離れてしまって、報道されなかったりとか、そこの現地のところに行かなければ、やっぱり人間っていうのは無関心だし、忘れちゃうし、 普通にやっぱそういうことに関して、なんか、あのー、なんだろうな、そういった普通の生活をしちゃうじゃないですか、人間ですから。だから,ら、自分ごとにな年ないかりはね、うん、ねやっぱそこら辺の、やっぱり、そのあの時代、やっぱりインターネットはあるわけでもないし、本当、ラジオと新聞でしか知らないし、だからそういうところのやっぱり、なんだろう、やってしまったことに関して、 とか起きてしまってあのそういう悲惨なところがあったとしても人間ってやっぱりそういう生き物でしかないっていうところのなんか怖さだからそういったところも最近はね、まあ、原爆っていうところがやっぱ日本はやっぱりそういうあのあのであの災害あの天災にで起きたことに関していろいろとねちょっとなんかあのどうしていったらいいかって非常にそっちの問題が多いんでちょっとそこら辺もね非常になんだろう そういうところもちょっと思わせてくれたかなこれは。これはもう俺の拡大解釈であって、あの別にそこまで読めれるかどうかってちょっとわかんないと思うんですけど。だからまあ非常に、うん、なんだろうね。なんか言葉選びたいけど、まあ、なんか、うん。なんか見て得るものがあったっていうか、別にこれなんか勉強になったことないよね。うん。あと、これがノーラに対して素晴らしいっていうわけでもないんだけど、なんだろう。賛成でも否定でもないよね。 なんだろうやってくれたんだっていう、その言葉だけだよノーランに関してはねうん、うん。<coughs> まあそんな感じで、詳しい内容に関しては、ぜひね、もしあのさっき言ったと勉強しなかったとしても、もともと映画が好きで、とにかくちょっとまああのオッペンハイマーって、ようやく日本公開されたんだということで、興味持ってる方ももちろんいらっしゃると思うんで、ぜひぜひ。 あの、そういう方は、あの、見渡ってん、んと思ったとしても、まあ、何か、それが別に、そのすぐね、なんかちょっと、まあ、プラスかマイナスかっていうものではないと思うんだけど、まあ、何年かした時に、ふとこれ見たことに関しては、ああ、なんか、あのシーンってそういうことだったのかとか、あと、改めてこれを思い出して、あちょっとじゃあ勉強してみようかな、みたいな。ちょっと本でも。 これに関する本読んでみようかな、みたいなことは、ちょっと起きるような存在価値っていうか、うん、それは本当になんかあるかなっていうふうに、ちょっと思った、うん、思わせてくれた、はい、作品でございました。はい。すいません。 あ,のあんまりあの内容に関しては他のチャンネルでぜひね、はい、<laughs> ものすごいその物理学の話とか実際核、核兵器の開発に関してどういうことが実は起きてかといことに関してをオッペンハイマーのことを題材にしながらものすごいあの考察とか紹介しているチャンネルがいっぱいありますんで、えーはい、それはぜひそちら見ていただいてだまあそうですねさっき言わなかったけどそれを見てからいくのも全然ありですね,これね。うんもののすごい今あの その勉強チャンネルに関しては、ものすごいレベル高いですから、うん、ただまあちょっと、危ないのは、ちょっとその後に、ね、自分である程度、またウィキなり、ちょっとその、うん、できるだけその、えー、と事物と事いとか、起きたこと、その何らかのことが起きた時に書かれた本、それも間違いあったりするんだけど、ちょっとそこら辺でまたかんもう一回ちょ,ちょっと調べた方がいいですけどね。 あまりにも<う>、<laughs> ソースが一箇所はあまり良くないっていう、何箇所か、ちゃんとっていう。あまりにも便利に分かりやすくみんなやってくれるんで、うんはいまあ、そんな感じでございます。はい、今回はね、えー、とちょっと、えー、たまにはこうやって背伸びをしてみた作品をね、ちょっと紹介してみました。<laughs> まあ、あの私がこうやって今言った感想ね、うん、私が向けたインプレッションに関しては、もう完全に私の個人的な。 ものですので、必ずは同じような,あのなんか何か、ものをちょっと感じたりとか、そうい、ん、ったものではございませんので、まあ、ザ・ノイジーズのパッキーはそんなこと言ったなみたいな感じで、はい。ただまあ、ちょっと見る。見る価値はあるっていう感じですね。そうですね。うん、面白いかどうかっていうことは別として、まあ、こう私が早口にこうやっていろんなことをなんか、ちょっと皆さんに伝えたくなったっていう、その衝動が起きたってことは間違いないので。 はい、そういうことでね、ぜひあの、まああの、ちょっとね、辛い話、日本人としては非常に辛い話だったりするんで、まあ、おすすめっていうわけではないですけど、うん、まあだけど、ちょっと見ていただく一級の価値はあるかなと思うような作品でございました、はい。こんな感じでございます。ね、たまにはこうやってね、熱く真面目なことも喋ってるチャンネルですので、ね、決してあのね、<laughs> 斧とか何か持って猿がやーというような映画ばっか喋ってるチャンネルじゃないんだけどね。 本当にもうあの、まあ、当然茶ャカなんてことありえないんで僕はもう本当 <laughs> 今日はただただひたすら聞いていたって <laughs> すいません梅くも,、ねはい、もう規約になってきましたこ、はい、ん,んな感じでございますとことで、ねはい、ぜひね動画のいいねとチャンネルの登録ないとぞよろしくお願いしますここで梅くん今日は新聞の人者ありがとうございましたあと皆さんご視聴ありがとうございましたごま,またお会いしましょう